3つ目こちらです。じゃん、食事も音楽も楽しんでほしい。はい、ということで、まあ、あの原点はそんなわけで若い頃、はい、放浪したニューオーリンズでの、まあ、経験になると思うんですけれども、うん、やっぱりこう食事と音楽っていうのがいいですよね。はい、はい、うん、アメリカ行った方は、まあ、ご存知だと思うんですけど、はい、普通にレストランに入って、うん、大した設備もない、まあ、PA 設備のないところでも生音で、音楽をライブをやって、ライブというのかな、弾き語り的なものを、はい、やっているお店が、まあ、多々ありまして、またそのなんか何気なく聞いて聞こえてくるその音楽っていうのがものすごくこう心地よくて、はい、まあ、CD とか、普通に BGM ももちろんいいんですけど、うん、その間に入ってくるそういうあまり大きくない 音量で聞こえてくる生の音楽が、うん、やっぱりそのいいなと、うん、このニューオーリンズで思いまして、はい、うん、いつかそういうことをやりたいと思っていて、なかなかこうそういうことをできずに14年経ち、うん、で今年オープンさせたこのディキシールーでは、はい、本当に何気なくその生の音楽があって、うん、その会話とか、はい、食事を邪魔することなく、はい、むしろなんかこう不意な音楽、不意な自分がこうチョイスした音楽じゃないものに出会う喜びというか、うん、はい、その時間だとか、そういうものをこう提供できればなと思って、うん、日々少しずつですけど、はい、やっております。はい、確かに普通にお食事をしてる時にこうふっと生演奏が始まったりすると、はい、もうすごく得した気がするし、はい、あとやっぱり出会いですよね。うん、自分がいつも聴いてる音楽とちょっと違うかもしれないけれども、うん、お食事と一緒ってそういう効果もあると思うんですよ。はい、誰と一緒で、はい、何を食べて、うん、こんな音楽を聴いたっていうのを全部こうセットで思い出になるというか、うん、そういう出会いがね、また素敵だなと思いますよね。はい、うん、そういう携帯のね、はい、お店が、まあ、もちろんコンサートとか、うん、ライブとか、うん、好きなアーティストを大きい音量で聴くっていうのもすごくいい、楽しいと思うんですけど、うん、たまになんかこう自分がチョイスしない音楽を、はい、にこうなんて出会えるというか、うん、そういう形態の店が札幌の中にももう少しこうできてくれればいいかなと、うん、その札幌市ジャズが開催されている時期だけじゃなくて、はい、もう少しジャズとか、まあ、ブルースとかいろんな音楽があると思うんですけど、うん、そういうものに出会える場所が増えたらいいなと願っております。うん、はい、今のお話を伺ってて、今の若い子たち、若い子たちだけじゃないか、今の音楽の楽しみ方って、うん、どうしてもこうデジタルなね、うん、手軽にこう自分一人で楽しむスマートフォンで、うん、っていうような楽しみ方どうしても増えてきてると思うんですけど、うん、だからこそもっとこう生音を楽しむ、お酒とかお食事とかと一緒に楽しむっていう機会がもっと増えるといいですよね。うん、いや本当ですね。うん、やっぱり皆さんも経験したことあるかなとは思うんですけど、はい、その自分で同じ例えば 誰それの 何々という曲を自分でレコードなり CD なりをチョイスしてこう聴くのと、はい、その大好きな曲がふとした時にラジオから流れてきたら、あそのあいいなって思う度合いの違いというか、はい、なんかやっぱりこう不意に流れてくるその音楽の好きな音楽の良さというか、うんうんうん、もしくはまあ聞いたことない自分ではチョイスしないようなものが勝手に耳に入ってきて、はい、それがすごく自分の今の自分に合ってるとかっていうのの喜びというか、はい、しかも一緒にいる相手だったり、まあ、時間帯だったり、はい、お酒の量だったりいろんなものが相まってなんかその楽しい時間が過ごせるんじゃないかなと思ってるんですよね。はい、いや私さっきからニューオーリンズの話も聞きながらね、今のオーナーの話を聞くと、はい、なんかここのお店がすぐにこうここのお店で音楽とお食事をこう楽しむ喜びを覚えた、うん、若い人たちがまた真似をして、うん、お店をこう生音のねお店をこうどんどん持ってくると、うん、オープンさせるようになると、うん、札幌のまたこの辺界隈がですね、うんうん、ニューオーリンズのように、ん、いや面白いですね、お食事と音楽の街みたいな、うん、いうふうになるといいですよね。いいですね、うん、
もう本当にこうそぞろ歩きながら、うん、なんかこう音が聞こえてきて、はい、その音につられてこう中に入ってくるみたいな、そういう街になると楽しいだろうなと思いますね、はい、うん、こちらでランチもやってるらしいんですけれども、夜のメニューでガンボっていうのあるじゃないですか、はいはいはい、あれどういうもんですか。ガンボですね、ランチもやってるんですけど、そうですか、はい、ガンボっていうのはまあ簡単に言うとご飯に煮込みが のルーがかかってるっていうような食べ物なんですけど、見た目カレーみたいな感じに見えるんですけど、ニューオーリンズ、アメリカのニューオーリンズ あのルイジアナ州のニューオーリンズって町の郷土料理 でお母さんも家で作るし、レストランでも食べれるし、バーでも食べれるし、だからまあ知名度で言うと札幌味噌ラーメンぐらいのその知名度があって、街のあちこち店あるんです、はい、そうなんです、ガンボ屋さんがある、ガンボ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 っていろんなところにガンボって書いてあるんですけど、そのガンボ世界選手権っていうのが毎年1回ありまして、はい、日本人では未だかつてエントリーしたことがないっていうことを聞いたので、はい、昨年エントリーしまして、はい、ルイジアナ州の大会に社を挙げて、エントリーして乗り込んできました。で、まあ、新聞とかメディアにも取り上げられ、味がどうだったのかどうかちょっと分かんないですけど、はい、特別賞をいただいて帰ってきました。向こうにしたら珍しい出来事だったんじゃないですか、はい、それは多分相当です ね100チーム参加だったんですよ。で、僕らニューオーリンズから車にバンに乗り、うん、食材を積んで2時間半かけて会場まで車で走り、はい、着きましたとっていう受付会場に行った時には、はい、スタンディングオベーションでしたね。受付しただけで、受付しただけで、さすが面白い、はい、だから多分想像したんですけど、うん、まあ例えば石狩鍋世界選手権があったとしたら、はい、そこにインド人とかが来たみたいなぐらいのインパクトが多分あったんじゃなかろうかと、うん、しかり鍋を作るインド人、なんでお前たちはそんなとこまで、こんなとこまでわざわざしかり鍋を作りに来たと、はい、だから大会当日は、うん、僕らのところが一番行列が長くて、で一番最初にソールドアウト、 何百食って決まってるんですけど、はい、一番最初にもうソールドアウトしましたね。すごい、はい、その味は皆さんに お気に召したかどうかはちょっと別にして、ソールドアウトは一番早かったです、ね、今お店で出してる味はそれに近いですか。限りなく近いと思います。へえ、はい、お店に来たら食べられますよ、はい、世界選手権特別賞願望よろしくお願いします、はい、ぜひご賞味ください、はい、ということで、今日のゲストはディキシールーのオーナーのもみやまやすひとさんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。さよなら、はい。